飛騨山脈、穂高連峰の怖い話。先日、私と登山仲間の先輩とが、北アルプス、穂高連峰での山行中に経験した話です。その日は、穂高連峰の北に位置する槍ヶ岳から、稜線を伝って、奥穂高岳へ抜ける縦走ルートを計画していました。ルート上には南岳と北穂高岳を結ぶ大キレットと呼ばれる V 字状に切れ込んだ岩稜帯があります。痩せた岩稜が連続するこのルートは一般登山道としては屈指の難易度を誇り、毎年滑落による死者が絶えません。当日の朝こそ太陽が顔を覗かせていましたが、南岳に達する頃には濃霧に覆われ、雨も滴り始めました。予報より3時間も早い雨です。私たちは文句を垂れながら雨具をまとい、互いの体をザイルで結びました。キレットは岩肌に、はしごや鎖が取り付く厳しい下りで始まり、一気に200メートルほど下ると、キレットの最下部、コルまでアップダウンが続きます。足を踏み入れて1時間もしないうちに雨風は強まり、私たちの体を容赦なく打ち始めました。ここで引き返す選択肢もありましたが、体力は十分でもあるし、今日中にはキレットを越えておきたい。霧の中にぼんやりと浮かぶ岩山は、私たちを拒むように佇んでいましたが、私たちはそれへ足を向けました。岩肌に取り付くようにして岩山を登り始めると、頭上からかすかに男の声が聞こえてきました。登山シーズンは過ぎているし、このような天候です。私たち以外にも先を急ぐ者、物好きがいるんだなと考えながらも、私は久々の山行者との出会いに心を躍らせていました。山頂に近づく頃にははっきりと男の声が聞こえましたが、山頂で見た光景は拍子抜けするものでした。人影はなく、切り立った細い尾根が伸びているのみ。今私たちが通ってきたルートは、人一人がやっと通れる細いものであり、すれ違うことはできません。また、尾根はわずかばかりの足がかりを残して、鋭角に切り立ち、下方は霧に吸い込まれています。あれ、さっき男の人の声聞こえましたよね。お前も？俺も聞こえた。落ちた、なんてことはないですよね。まさか、さっきも聞こえたし、落ちるような音も声もしなかっただろ？先輩の表情は不安と疑問が入り混じったようなものでした。空耳だろ。早く行くぞ。空耳とは思えませんでしたが、反論しようとは思いませんでした。足を滑らせれば、すなわち死を意味する。岩壁のわずかな足場を頼りに尾根を通過していると、下方から風が吹き上げ、おー、山と共鳴したのか、気味の悪い音が響きました。風の音とはいえ、幾千ものこの世のものではないものの叫びに聞こえた私は、鳥肌が抑えられませんでした。集中しろよ。風で煽られる。絶対に体を山側から離すな。それを察してか、先輩がかけてくれた激励の言葉が心強く感じました。キレットに足を踏み入れて2時間、最下部のコルを通過し、北穂高岳への登りの難所に差し掛かりました。崖のようなその登りは、ピンが打たれる以前は、
高度なクライミング技術が必要であったと見て取れます。先輩が先行し、私は下で確保を行います。先輩が登り切った後、降りてきた確保のザイルを装着し、ピンに手をかけました。中ほどまで登った時、耳元でうつろな男の声が響きました。おい。私は全身の血が凍りつきました。次の瞬間、何者かに右足をつかまれ、私は足を滑らせました。おい、大丈夫か？確保のザイルがなければ命はなかったでしょう。先輩の声に答えようとしたところ、助けてくれ。耳元で声が響き、私は身震いしました。うつろで正気のないあの声を忘れることはできません。今でも想像すると鳥肌が抑えられません。その日は奥穂高岳を諦め、北穂高岳の山小屋に宿泊することにしました。そこで出会った山のベテラン50代の紳士にこの話をしたところ、彼も同じような経験をしたことがあると言います。人のいないはずの場所で声が聞こえたり、山小屋で女に足をつかまれる悪夢を見たが、仲間も全く同じ夢を見ていたなど、山の経験が長いと少なからずそういった不思議な経験をするらしく、明日は山を降りた方が良いとの忠告をいただき、私たちはそれに従いました。朝のうちは雨が残り、濃い霧が立ち込めていましたが、下まで降りてくると晴れ間も見えるようになりました。私たちは下山の前に遭難者を慰霊する高千穂神社奥の宮へ足を運び、今命があることの感謝と遭難者の冥福を祈りました。無事に帰宅した翌朝、先輩からの電話が鳴りました。おい、今のテレビのニュース見たか？何かあったんですか？ニュースは、私たちが2日前に通った道、北穂高岳の北側で早朝に男性が滑落し死亡したことを伝えていました。北アルプスの犠牲者の中には連れて行かれた方もいるのではないでしょうか。現実的ではないと分かっていても、あのような経験をした後ではそう思わざるを得ないのです。トライアルバイクで静岡の山道を走行中、メンバーの一人だけが見た謎のおばさん。今日、トライアルバイクで静岡の登山道を登ってきた。先頭が俺、10メートル後ろに T、その後ろに M の3人。道がなくなるところから林に入ってどんどん登り、尾根まで出た。しばらくうろうろ走って、帰ろうとしたら登ってきたところがわからない。あたりは日がささない林の奥の奥で、タイヤの跡を探すが見つからない。迷ってしまった。その時 M が、行き止まりだよって言われた時に帰ればよかったね、と言い出した。いつ？下の獣道で。M は下の獣道で、おばさんにそう言われたという。先頭の俺はそんな人影は見ていない。後続の T も知らないという。わずか10メートルおきに
3台つながって走っていたのに、3台目の M だけが目撃したおばさん。言った言葉が行き止まりだよ。ゾッとした。来なければよかった。でも手遅れだ。GPS 携帯持ってたけど場所が出ない。時間は午後、暗くなりそう。3人とも目がマジ。とにかく登ってきたルートを探そう。それから随分探し回って、なんとか暗くなる前に山を降りてきた。M が見たというおばさんって何だったんだろう。谷川岳の避難小屋に宿泊中、扉を叩く大きな音がした。初日は土合駅から徒歩で、町ヶ沢出会いの爆栄地で一泊。翌日は尾根伝いに谷川の掃除棒、一の倉岳も無事に越え、宿泊予定地の重倉岳の避難小屋に着いたのは確か昼前でした。梅雨時には珍しく、天気も良く、爽やかな風が時折吹いていきます。私はこの山が700人近い人の命を飲み込んだ山ということさえすっかり忘れていました。小屋の中は大人4人が寝て荷物を置くとほぼいっぱいの広さです。小屋に入るとき、2枚の扉の内扉が壊れて開きにくくなっていました。しかし、雪の季節でもないし、雨風をしのぐには十分でした。翌日は下山の予定でした。夜半過ぎに天気が崩れ、私の頭の上にある小さな窓が風に吹かれてパタパタと音を立てていました。昼の疲れが出たのか、その音も気にならなくなり、私はスーッと眠りに引き込まれていきました。私はいつも山に入るとだいたい1時間おきに目が覚め、この時もそうでした。何度目かに目を覚ましたのは起床予定の3時5分前でした。この日は私が起床係でしたので、ちらちらと時計を眺めては時の経つのを待っていました。相変わらず窓枠は雨風に叩かれ大きな音を立てています。しかし重い扉はびくともせず音一つしませんでした。その時です。突然それまでシーンとしていた室内の静寂を破るように、外の扉がどん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 と規則正しく2回叩かれたのです。それは私が起床の声をかけるのとほぼ同時でした。真っ先によぎったのは、遭難者が救助を求めているんだということでした。それにしては誰も反応しないのです。明らかに他の3人は起床の声を待っているといった様子でした。風の音にしてはと考えながら時計を見ると、3時を1分ほど回っています。やべ、と思い、起床の声とともにガバッと起き上がると、食事の準備に取り掛かりましたが、何かいつもと様子が違いました。普段ならうるさいほど指示を出す4年生がじっと黙っています。手を止めるわけにもいかず、黙々と作業をしていると、しばらくして S 先輩が、丸島、今の聞いたか?と聞いてきたんです。やっぱり他の人も全員が聞いたそうです。明らかに人為的に叩いた音であると皆口々に言っています。 S 先輩にお前外見てこいと言われ、恐る恐る扉に手をかけました。本当にこの時ほど怖かったことはありませんでした。扉の向こうには誰一人おらず、ただ私の懐中電灯の明かりの中を雨と霧がさーっと流れていくだけでした。
結局何だったかわからないまま、何も見えなかったというと一気に緊張が解け、みんな急に饒舌に話し出しました。その時先輩の一人が言った言葉に、私は背筋がゾーッとしたことを今でも覚えています。ここの避難小屋って結構やばいんじゃないの？だってさ、この山なら冬に遭難した人の遺体とかってずっと安置されてるだろうし。そうです、夏こそ穏やかですが、冬の谷川岳といえば豪雪地帯として有名で、数多くの登山者の命を奪ってきた場所なのです。あれから15年近く経ちましたが、現在は避難小屋も改装され、今も多くの登山者を迎え入れています。沢登りの落下事故の時に見た笑う男。ある時3人で沢登りに行ったが、15メートルほどの滝が状態が悪く、どうにも直登できなかった。やむを得ず滝の左側の斜面を大きく回り込み、滝の頂上に出ようとした時、先頭を行く友人 A が突然落下した。滝壺には岩が突き出ており、 A はその岩に顔面をぶつけたように見えた。苦労してよじ登った斜面を別の友人 B と二人で転がるように駆け下りたが、その時俺の耳に甲高い笑い声が響いた。そして眼前に交渉する男性の顔、その顔に構わず突っ込んだ刹那、足がもつれて俺は転んでしまった。とにかくそんなことは気にせず起き上がり、下まで降りると、先に降りた B が A を滝壺から引き上げているところだった。A の顔は腫れ、膨れ、鼻と目から出血していた。鼻といっても完全に潰れ、顔の中に埋まっている。のっぺらぼうというのはあのような顔のことを言うのかもしれん。麓のキャンプ場で救急車を呼び、救急隊員が滝に到着し、A を担架に固定した。滝までは獣道があるだけなので、救急隊員と俺と B の4人が交代で担架を持ったが、顔面からの出血がひどく、その血が流れてくるので、担架を持つ手が何度も滑り、その都度担架は大きく揺れ、A は痛みを訴え続けた。ようやく救急車に A を乗せ、B は病院まで同行することになった。俺はもう一度滝まで引き返し、散乱している荷物を回収し、麓まで戻った。A の車で出かけたため、仕方なくヒッチハイクしたが、あちこちに血をつけた俺をよく乗せてくれたもんだと、妙な関心をしている。退院後、A は落ちる直前に、滝の上に赤い服を着た釣り人の姿を見たといい、それから後のことはよく覚えていないらしかった。病院に担ぎ込まれた直後、赤い服を着た人がいるとか、その人を滝で見たとか大騒ぎしたらしいが、それも本人にすれば上事で一切覚えていないとのこと。A はかなりの手術の末に一命を取り留め、結婚し子供にも恵まれた。そして2年ほど前、仕事中の事故で高所から落下し死亡した。お盆の時期の山で聞いた不審な音。あんま怖くないけど、小さい頃に体験した話。長文。俺の実家は土がつく田舎で
四方八方田んぼや山やらに囲まれている。お盆の季節になると仏壇にお供えする敷火って植物を取るために近くの山までじいちゃんが取りに行くんだけど、幼い俺はその機会によくじいちゃんに山に連れて行ってもらっていた。その山ってのがほんと険しくて、道はあるっちゃあるんだけれどもものすごく狭い。しかも急で険しいし、植物が生い茂っていて視界が悪い。当然舗装なんてされてないから石がゴロゴロ。じいちゃんはそんな山道をバイクで登っていった。車で行きたいってのが本心だろうけど、さっきも言ったように道が狭いからそういうわけにもいかない。だから俺はそんなじいちゃんのバイクの荷台に乗って山に連れて行ってもらっていた。正直乗り心地は最悪だったね。ガタガタ揺れまくりでケツは痛いし、道の方に突き出した枝がいつ目に刺さるんじゃないかとヒヤヒヤしてた。それにもかかわらず山に行く理由は単純。綺麗な川で水遊びができるから。あと、これはおまけみたいなもんだけど、じいちゃんの身に何かあったらってちょっと心配だったんだよね。まあ、とにかくそんなわけで、あの日も二人で山に出かけた。敷火を取る場所ってのは毎回同じで、結構な時間登ってるとダムがある場所にたどり着く。行き止まりなんだけど開けた場所になってるから、そこに一旦バイクを止めて、今度は体一つで道から外れた林の中に入って、じいちゃんは敷火を取るんだ。その間俺は待機。何するわけでもなく木々の中に入って姿の見えなくなったじいちゃんが帰ってくるまでただひたすら待つ。迷子になっちまうからここら辺から動くんじゃねえぞって、ここに来るたびじいちゃんに釘刺されてた。俺はそれを忠実に守っていた。とは言っても虫探したりしてほんのちょっとはうろつくんだけど、お盆の季節だけあって暑い。セミの声が何百何千って重なって聞こえる。川の水が流れる音やブーンという虫か何かの羽音、視覚にも聴覚にもとにかく体中で夏を感じながら、俺は一人で虫を探していた。じいちゃんと別れてから15分くらい経っただろうか、俺は妙な音を聞いた。ガサガサというかザザザとかそんな感じの音、林の中から聞こえてくる。じいちゃんが帰ってきたのかなって思った。いつもは30分くらいはかかるから今日は早く敷火が見つかったんだななんて考えながら、じいちゃんって林に向かって叫んでみた。返事がない。聞こえなかったのかな。相変わらずガサガサとさっきの音は続いている。俺はじいちゃん耳が遠いから俺の声が聞こえないんだな、そう思ってじいちゃんがもっとこちらに近づいてから呼んでみることにした。ガサガサという音が近づいてくるのを待つが、なかなか近づいてこない。音はそう遠くないところから聞こえてきているのに、一向にこちらに向かってくる気配がないのだ。なんかおかしい。さすがの俺もそう思い始めた。じいちゃん、もう一回呼んでみるが、やはり声の主は答えない。ガサガサという音だけがしているだけ。しかもさ、意識して聞いてみると、その音っていうのが変なんだよね。俺には近づいてこないんだけど、ある一定の距離、多分結構な距離を行ったり来たりしてんの。しかもかなりの速さで。
人間技じゃないって思った。同時にゾクッとして怖くてたまらなくなって俺涙目。声上げて泣いたらそいつにバレて襲われるんじゃないかと思って必死に耐えてた。それから10分くらいしてじいちゃんが帰ってきた。バイクの横で声も出さずに泣いている俺を見てびっくりしてた。気づいたらいつの間にかあの音は消えていた。家に帰って泣いていた理由を家族に問い詰められたのもあって、あの音のことを話したんだけど、気のせいだとかなんとか言われて信じてもらえなかった。以上、俺が体験した話。今考えてみてもあの音は何だったのかわからん。動物かもしれないけど、動物が出すにしては大きな音だったし、行ったり来たりっていうあの機械的な動きは動物っぽくないかな。しかも超高速だったし、何より結構近くでその音が聞こえるのに声の主が確認できないってのがな。でも文章にするとあんま怖くないな。北アルプスの裏銀座、野口五郎小屋に泊まった時、どこからかラジオの音が聞こえてきた。あれは確か1977年の7月下旬から8月上旬でしたから、もう20年ほど前のことでした。私は友人と3人で北アルプスの裏銀座コースという3000メートル級の尾根を縦走していました。縦走というのは山の頂上を巡り歩く山登りのことです。第2泊目、野口五郎小屋というところに泊まったのですが、割合空いていて自家発電による電灯、テレビもあり、食事もよく快適でした。それでも登山者は早朝に出発するものですから、夜9時前には消灯して寝るのが普通です。寝るところはせんべい布団はありますが、いわゆる雑魚寝です。みんなが寝入って静かになった頃、ラジオを聞いているやつがいるのです。小さな音でしたが、静かなだけに気になりました。みんなが疲れているのに迷惑だな、と思いながらも、そのうちスイッチを切ってくれるだろうと待っていました。しかし、だんだん腹が立って起き上がって小屋の従業員に注意してくれるように言いに行きました。しかし、誰もラジオなど聞いている客などいなかったのです。他の客も起き出して調べたところ、あるリュックの中のラジオが鳴っていたことがわかり、そのスイッチを切ってことは収まるはずでした。従業員がぽつりと漏らしました。そのリュックの持ち主は今夜の客の中にいないんです。おそらく本人の荷物を置いたまま身軽で下山したのではないかというのです。野口五郎岳から一日で麓に下山できるコースはありません。夏場とはいえ、装備なしで下山するなど自殺行為とも言えます。ラジオのスイッチはずっと入りっぱなしだったのかもしれないし、荷物を動かした際に入ってしまったのかもしれません。静けさの暗闇の頂上で聞こえたラジオは、電波状況のため音量にウェーブがかかっていて、断片的に番組提供者名が聞こえていました。霊友会です。2匹の言葉を話す蛇。宮崎に住んでいる親戚のおじさんの話。
近所の山に趣味の写真を撮りに行った時の話。山中を移動していると、前方の藪から、これはダメか。ダメだ。と声がする。声は、ダメか。かじっても動かないものはもうダメだ。と続く。妙な会話だと思って、藪を抜けてみると、その先で老婆が死んでおり、足元には2匹の蛇がトグロを巻いていた。おじさんはなんだか恐ろしくなって、うおーっと奇声を上げて蛇を威嚇。2匹の蛇はスルスルと去っていったそうだ。蛇の噛み跡などは探す気にもならなかったそうです。老婆は山菜取りに来て心臓発作で死んだ近所の方でした。おまけ。ある時、三人で沢登りに行ったが、15メートルほどの滝が状態が悪くて、どうにも直登できなかった。直登？直登り？直登り？なんて読むんだ。ある時、三人で沢登りに行ったが、15メートルほどの滝が状態が悪く、状態が悪くどうにも、一の蔵岳も無事に越え、一の蔵岳も無事に越え、越えってなんだ。前日の通り、よし。もう一回。